どうも皆さんこんにちは、おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画はフルサイズミラーレス一眼のおすすめランキングの動画になります。フルサイズミラーレス購入を検討中の初心者、中級者、これから上級者を目指す方のために厳選しました。どのような方に向いていて、どんな用途に向いていないのか、わかりやすく解説していこうと思います。絶対に参考になるはずなので、お時間のある方はぜひ最後までご視聴ください。それでは行きましょう。僕は趣味で写真や動画を SNS にアップロードし、コンテストなどに応募しているアマチュアになります。YouTube では様々なカメラを調べておすすめの機種などを紹介しています。あくまでプロ向けの動画ではありません。趣味でカメラを楽しんでいるユーザーの意見としてお楽しみいただければと思います。それでは、フルサイズミラーレスカメラのランキングの本編に移りたいと思います。まずはですね、7機種のカメラを選んでいきましたので、7位から1位に向けて紹介をさせていただければと思います。7位、キャノンの EOS RP になります。向いている人、これはですね、気軽にカメラを持ち歩きたい、自撮りしやすく 4K 動画を撮影したい、とにかく安価にフルサイズミラーレスカメラが欲しい、こういった方に関しては非常に向いているカメラとなります。そして向いていない人、給電しながら長時間の動画撮影がしたい、 4K 動画でスローモーションを撮影したい、手ぶれのない動画を撮りたい、写真に関しても同様です。動きの速い被写体を連写したい、こういった方に関しては向いていない可能性が高いです。この EOS RP の特徴はやっぱり、手ぶれ補正が搭載していないモデルの中では、ほぼね、一番軽いと言っても過言ではないね、フルサイズミラーレスカメラとなりますので、やっぱりね、こう気軽に持ち歩きしやすいですし、まあ、4K 動画も撮影できるし、バリアングル液晶なんで自撮りもしやすいっていうところになってきます。しかも、このね、新品で10万円で販売していたりするので、やっぱりね、まあ、キャンペーンとかも組み合わせるとすごくお得に購入することができるので、やっぱりね、そこはね、優秀なカメラなのかなと、コスパの高いカメラだとも思います。それではですね、6位に移りたいと思います。ニコン Z5 になります。こちらのカメラ、向いている人、ニコンはですね、透明感のある、写真を撮影するのが得意なのかなと思います。なのでこういった写真が撮りたい人、そして低予算で手ブレ補正を搭載しているフルサイズミラーレスが欲しい人、この方に関しては、ニコンの Z5 は向いていると思います。逆に向いていない方は自撮りの動画を撮りたい人、そして低予算でいろんなレンズを試したい、4K 動画でクロップされない広角の映像を撮りたい、動きの速い被写体を連写したい、暗い環境の撮影が多い、まあ、こういった方には向いていないですね。理由としてはですね、やはり、値段に関しては15万円なので、ミラーレスカメラのフルサイズとしては非常にね、安価な部類に属します。ただですね、バリアングル液晶ではないので、自撮りの動画っていうのがやはり撮りにくいです。そしてね、いろんなレンズを試したいと思った時には、レンズがやや高めですし、バリエーションがやっぱり少ないっていうところで、まあ、少しね、そこはコストがかかってしまうっていうところ。4K の動画は撮影できるんですけど、1.7 倍クロップされてしまうので、まあ、ちょっと広角の映像を撮りたいという方には、向いていないですね。そして、連写性能が秒間 4.5 コマになっているので、まあ、やはりこれに関しては連写性能は、まあ、一番今回紹介する中でも低いです。でかつね、オートフォーカスの性能が、暗い環境ではあまり、まあ、クオリティが高くないので、まあ、そこに関してね、暗い環境でよく撮る人に関してはちょっとね、そこストレスが溜まってしまうんじゃないかなと思います。それでは次、5位、ソニーの α7R3 になります。こちらのカメラ、向いている人、向いていない人をお話ししますと、向いていない人に関しては、低予算で画素数の多い写真を撮りたい、中古でもいいから完成度の高いカメラが欲しい、ソニーの様々なレンズを試したい、動きの速い被写体を連写したい、
あ、ちなみにこのカメラはですね、新しくね刷新されたマイナーアップデートというか、まあ、ちょっとねアップグレードされたモデルがあるんですけど、そのモデルではなくて、最初のねノーマルで発売された α7R3 というモデルになります。そして向いていない人に関しましては、自撮りの動画を撮りたい方、最新のカメラ機能が使いたい、まあ、例えば動画撮影中の瞳オートフォーカスに関しては、搭載されていなかったりだとか、アクティブ手ブレ補正などに関しては搭載されていないので、まあ、ここに関してはねちょっとまあ、向いていないのかなと思います。これが欲しい人はね。で、本格的な映像作品を撮影したい、まあ、こういった方に関しては、向いていないのかなと思います。先ほどのね、EOS RP もニコン Z5 に関しても本格的な映像作品を撮影される方にはあんまり向いていないかなとは思うんですが、なぜね、このカメラを選んだかと言いますと、α7R3A っていうね、刷新された製品が発売されたことによって、このね、旧モデルっていうのが安くなっているんですよ。なので、中古だとね、17万とかで買えたりするんですよ。しかも、画素数が4000万画素を超えているっていうことで、初心者の方、まあ、中級者の方もそうなんですけど、やっぱりね、こう、写真を撮るときに一発で綺麗な画角撮ることってなかなか難しいんですよ。なので、クロップをしてやっぱりなんぼだと思うので、画素数が高いとね、ある程度クロップをしたとしても写真自体が破綻しなかったりするので、やっぱりそこはね、優れている点かなと思います。やっぱり、手ブレ補正に関しても 5.5 段の手ブレ補正搭載しているので、そこも優秀なのかなと思います。次、4位に移りたいと思います。パナソニックのルミックス S5 になります。こちらはですね、向いている人、4K 10bit で本格的な映像制作をしたい人、 L マウントの様々なレンズが使いたい、パナソニックの描き出す色味が好き、自撮りしやすく手ブレ補正付きのカメラが欲しい、こういった方には向いています。反対に向いていない人は小型軽量のカメラが欲しい、高速で優秀なオートフォーカスが必要な方、こういった人には向いていないと思います。このカメラはですね、 L マウントと呼ばれているシグマ、ライカ、そしてパナソニック、この3社がですねリリースしているレンズを使用することができるので、まあ、好みに合わせてそこからピックアップすることができるところは強みなのかなと思っています。そしてね、パナソニックの肌の色味っていうのは、まあ、非常にね好評だったりするので、まあ、そこが評価されている点でもありますね。でしかもちゃんとバリアングル液晶で手ブレ補正がついているので、まあ、そこも、まあ、場合によっては歩き撮りなんていうのも結構優秀なのかなと思います。ただね、 700g を超えているので、まあ、小型でしかも軽量とはちょっと言いにくいかなと思います。やはりソニーに比べるとオートフォーカスに関してもそこまで高速なオートフォーカスではないので、まあ、少し、AF をね重視される方にとっては向いていないかもしれません。それでは次、3位はですね、キャノンの EOS R6 になります。こちらのカメラ、向いている人はですね、動きの速い被写体を連写されたい方、4K60 フレームでクロップのない映像を撮影されたい方、先ほどのルミックスの S5 に関しては 4K60 フレームの場合は 1.5 倍クロップされてしまうんですね。ただこの EOS R6 に関しては 4K60 フレームでクロップをほぼされないんですよ。やっぱりそこが強みなのかなと思います。もう一つですね、向いている人にとってのいいポイントはですね、自撮りがしやすくて手ブレ補正付きのカメラが欲しい方、まあこれルミックス S5 と同じですが、バリアングル液晶を搭載していて手ブレ補正がついているので、まあここは優秀な点かなと思います。反対に向いていない人はですね、小型軽量のカメラが欲しい人、これもルミックスと同じですね、動画の歩き撮りをしたい方、これに関してはですね、こんにゃく現象と呼ばれている手ブレ補正が優秀なんだけど逆に効きすぎていて、こうグニャングニャンって画面がなってしまうような状態を指すんですけど、これがまあ、ちょっとね R6 の動画の、あまり良くないところになるんですけど、やはり これが出てしまうと本格的な映像制作をされたい方には向いていないです。かつ予算に余裕がない方、やはり値段がですね30万円となりますので、やはりねこうある程度、まあカメラに対して価値観が高い方じゃないとなかなかこのカメラ手が出しにくいのかなと思います。それでは、
次2位に移りたいと思います。ソニーの α7C となります。こちらのカメラ向いている人、小型軽量のカメラが欲しい、自撮りがしやすく、手ブレ補正搭載のカメラが欲しい、ソニーの様々なレンズを試したい、動きの速い被写体を連写したい、まあ、こういった方に関しては向いているカメラになってきます。反対に向いていない人は大きなファインダーとグリップが欲しい、本格的な映像制作をしたい、この方には向いていない可能性が高いです。理由としましては、やはりこのカメラはですね、フルサイズミラーレスの中で手ブレ補正を搭載している機種でいうと最も小型で軽量なカメラになっています。でやっぱりバリアングル液晶を搭載していて手ブレ補正も搭載しているのでやっぱり自撮りもしやすいと思いますし、やっぱりソニーなので様々なレンズを試せますよと。そして10コマまでね秒間の撮影ができるので、まあ、動きの速い被写体もある程度は捉えることができます。ただやっぱりねこう最小最軽量にすると、まあ、ファインダーだったりグリップだったりとかこういった小さくなってしまったりするので、まあ、そういったところを重視される方にとっては、メリットがあまりないのかなと思います。本格的な映像作成制作はできるんですけど10ビットの映像を撮影することができないので、まあ、そこを重視される方に関してはちょっと向いていないかもしれないです。はい、ということで、最後ですね第1位をご紹介しますと、ソニーの α7-4 になります。こちらのカメラ、最近出ている一番最新のカメラですね。向いている人はですね、クオリティの高い写真と動画を両立されたい方、 4K10 ビットで本格的な映像制作をしたい方、画素数の多い写真を撮りたい、自撮りがしやすく手ブレ補正搭載のカメラが欲しい、ソニーの最新技術と様々なレンズを試したい、動きの速い被写体を連写したい、こういった方には非常に向いているカメラとなります。逆に向いていない人、 4K60 フレームでクロップのない映像を撮影したい、予算に余裕がない、まあ、こういった方に関しては向いていないです。まあ正直に言うとこのカメラほとんど隙のない製品になります。まあ、正直 4K60 フレームでクロップに関しては妥協できる方が、まあ、たくさんいらっしゃると思いますし、まあ、ただね、まあ、予算に余裕がないっていう方に関してはもうしょうがないのかなと思います。ただやっぱり、このカメラのコンセプトとして、まあ、ビヨンドザベーシックっていうものがあるんですけど、やはりこうねこれからの、フルサイズミラーレスカメラの、まあ、ベーシックとなるような製品としてソニーが打ち出しているものなので、まあ、写真と動画どちらも両立できていてクオリティも高くてちょうどいい画素数3300万画素、写真動画どちらもねクオリティの高い写真を実現できるので、やはりね、まあ、これを買ったら正直、まあ、ほとんどの、用途の人が満たされるんじゃないかなと思います。ほとんどのニーズがね、やっぱりそこがやっぱりこのカメラの素晴らしいところだと思っています。以上がですねフルサイズミラーレスカメラのおすすめランキングとなりました。最後までお付き合いいただきありがとうございます。もし自分に合った、カメラが判断できないという場合にはコメント欄で相談を受け付けています。質問する際に僕がコメントで質問用テンプレートを作成しておりますので、そちらを引用して質問していただければと思います。このチャンネルでは、カメラに関する動画を毎週アップしています。今回の動画がためになった方は動画への高評価、できればチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。またね。